鈴木です。もう一回入れる。はい、ダブルチーム行きました。はい、これでドライブイン、もう一回外をオープンにしてスリーを打ってきました。これですね、このトランジションからもチャンスがあればどんどんスリーポイント打ってくるところですね。はい、ドライブイン、カウン、エッドカウン、鶴巻のファールになっています。中にブランド入りましたが、うまく取りました。ゴーダスペースをうまく見つけた。正面から3、おー決めてきました。ゴーダも3ポイント決めてきました。ケネディも出せず、はい、山口選手と一緒でボールをちょっと持ちすぎちゃったのかなというふうに思います。はい、大阪エベッサの外が非常にようやく出場となって、平尾1つ目が来ました。西川もう一回外、鈴木正面からゴーダ来るか、また来るか、また来た、また来ました、ゴーダ3ポイント。西川は早い展開で打っててますけど、あまりこうシュートセレクションがいい感じはないですね。いや止まらない。